伊勢志摩ナショナルパークトレイルランレース in 南伊勢町が1月14日に開催され、県内外から訪れた大勢のランナーが南伊勢町の山々を駆け抜けました。このトレイルランレースは南伊勢町の自然や景観を知ってもらおうと開かれたもので、スタート地点となった五ヶ所郵便局前の道路には全国からおよそ300人のランナーが集まりました。オープニングセレモニーで上村久志町長は次のように挨拶しました。これよりご冥福をお祈り申し上げたいと思います。この地域はですね、非常に風光明媚な場所が多いんですけれども、またこのコースは走っていただいたら分かると思うんですけども、すごく景色のいいコースでありますので、しっかりと楽しんでいただきたいと思います。続いてランナーたちはスタートの合図とともに走り出し、山へ向かっていきました。コースは役場南西庁舎の北東に広がる山々が中心で、ランナーたちは桐原峠や剣峠などを駆け抜けていきます。マラソンのように舗装された道ではなく、アップダウンの激しい山道を走るとあって、どの選手も足元に気をつけながらゴールを目指していました。スタートからおよそ1時間48分でゴール地点にトップの選手が戻ってきました。もう一つない青空のもと、レースナンバー60番2人の互いお子さんとともに今ゴールです。レースナンバー60番江口宗平選手、おめでとう。続いて沿道からの声援を受けながら、次々とランナーたちがゴールし、達成感に満ち溢れた表情を浮かべていました。いつも伊勢とかは来ることあっても、こっちに来ることなかった。こんなに海と山が近くてすごい綺麗やなって思いながら走ってたんですけども、途中からしんどくてちょっと見る余裕がなかったんで、ちょっと今から観光したいと思ってます。しんどいところもあったんですけど、全体的に走れるコースですごく楽しく走れました。能登半島の地震で、本当に辛い思いされてる方は見えるんですけども、少しでも皆さんに勇気づけたいということで開催に向けたところでありますけれども、こうやって多くの方々が参加いただいて、日本をまたこの地域を元気にしていただきたいと思いますので、これからもこういうことはどん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 やっていこうかなというふうに思っております。ちょっとしてもですね、これだけの参加いただいて
開催できることを本当に心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。レース後に行われた表彰式では大会長の上村町長から入賞者に表彰状などが手渡されました。皆さんそのままで、そのままでお願いいたします。写真撮影大丈夫でしょうか。それではですね、いやどうもおめでとうございます。おめでとうございます。1位の山本選手には賞状を並べて、はい、こちらですね、こちら笑顔ください。お願いします。いい笑顔でお願いいたします。またゴール地点のすぐそばにある南伊勢町町民文化会館の駐車場では南伊勢町の特産品や飲食物を販売するうまいもん市が開かれ、にぎわいを見せていました。